よーよー、俺だぜ。じゃあ前回ガムが走ってくれた。ただストーリーはガムやってないから、ガム行ってみよう。ここがね、結構難しい。結構どころじゃない、かなり難しい。最速で終わらせよ。ロード時間長い。来た来た。ここね、警察がねガッツすぎるんだよ。謎のチームラブショッカーズ、口説かれてみるかな。赤い矢印見つけてグラフィティを描け。やったろじゃん。まだおい、ここもういきなり鬼島いる。あぶない、ちょっと待ってくれ。今うまいことかわしたつもりだったんだけど。どこや鬼島。まず鬼島の動きを止めたい。あれ鬼島どこだ。鬼島ちょっと待ってくれ、俺そんなところに行くつもりはないんだが。鬼島の動きを止めよう。ほっ、ここだ。オッケー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 。うまいよね、なかなかうまかったと思うよ。よし、で最初に書かなきゃいけないのがここ。まあ絶対引かれる、100%引かれる。あいだなめてるもんな、マジで。すごくない、警察が引きに来るってありえる。これ体当たりするとスプレー落とすので、ここは必ず拾っておきたい。で書き始めるとまた警察が引きに来るので、ここはね最速で書けば間に合う。諦めて止まりなさい。 OK、 12分もあれば十分だな。まだあるんですよ。ここでかいの感じだな。ミスりたくないね。ほっほっほっ、ラスト、いやほっ、これ次ラストか。ほっほっほっ、あのビートの時とちょっと微妙にコマンドが違うのは皆さんお気づきで。実は、キャラクターにはもちろんその個体値というか能力値がありまして。いいね。さあ機動隊来るね。狂ってるよなマジで。催涙弾、催涙弾って。いた、ちょっとごめんね。あ、そう、何の話だっけ。キャラクターによってね、そうそう、能力が違うんですよ。でキャラクターに能力が違うくて、例えばこのガムっていうキャラクターは体力は、そう、話してる、体力は少ないんだけど、グラフィティっていう能力は高くて、この絵を描くコマンドが難しい代わりに絵を描くことによって手に入れるポイントが高いと。で最後終わった時にポイントによってなんだっけ、なんかあるじゃん。ちょっと足りなくねえか。ポイントによってニトロとかターボとかこうなって。さてスプレー缶を手に入れたんで行きましょうか。ここね、これ一発でいけたんでいいんだけどね。いけないよね、いけないいけない。ここねちょっと難しいんだよ、ガムの場合。ガムの場合そんなことないよ。届け俺の思い。 OK、 ここでかいんだ。一番でかいまであるんじゃないかな。ラスト、あー指がおかしくなった。あぶねー、機動隊来ない。バグですな、バグで機動隊来ない。 CD がね傷ついてるために、最近ねこの警察が来ないっていう、警察のロードができないっていう、なんか恐ろしい事態が。いいよラスト、
ほいほいほい。ちなみにそのスコア全部高い、なんていうんだろう、ターボじゃなくて、え、なんだっけ、ジェットかっていうのを取ると、その隠しキャラクターみたいなのが使えるようになるんですよ。それはまた今度やろう。まあまあ難しいんだよね、それやんの。あーやべ、1個書き損ねた。ちょっと待ってくれ、おにしろやめて、おにし、おにちんやめて。 OK、 おにちんやめて、やめて。てかこう当たり前のように言ってくんだバカ。 OK 取った。さあラストかな。ふぅふぅふぅ、いいよ。さあラスト、右左丸かいってちょん。オッケー、5万ぐらいからじゃなかったっけ。お、ジェット取った、マジ。やっぱガムやるな、結構ね。これジェット取りにくいんだけどね、ここ。ジェスレディオコーヒーじゃなくて抹茶ラテお借りしていい。かっこいい。ちょっと待って、ちょっと待って、But now they've gone away somewhere. Whether it's flirting to have some fun, or is this some new game they're playing? Territory, it's a territory. It's a territory.